平野翔が涙。メンバー愛が溢れ出す。キングプリンスだったの真相とナンバーアンダーライン愛への覚悟とは、平野翔の進化し続ける色気炎大人への階段を上る姿を徹底解剖。平野翔ショ太、ガン・神宮寺・優太これらの名前は、近年の日本のエンターテインメント業界で飛躍的な活躍を見せる若手タレントたちの一部です。彼らは、アイドルグループ、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして知られ、それぞれが独自の個性と才能で多くのファンを魅了してきました。しかし、彼らの人気の背後には、ただの輝かしい表舞台だけでなく、努力、挑戦、そして時には困難も伴っているのです。この記事では、彼らのパーソナルな一面を深く釣りしつつ、彼らがどのように現在の成功に至ったのかを探ります。まずは平野翔彼は、 27歳という年齢に対して、非常にユニークな視点を持っています。子供の頃二20歳くらいで結婚して家族を養うことを夢見ていたという彼は、今の自分を、まだまだ子供と感じていると語ります。精神的にも幼い部分があり、今でも小学生と真剣にドッジボールを楽しむことができると笑いながら話します。しかし、それと同時に、大人になったと感じる瞬間も増えていると認めます。 例えば、一人で区役所に行くとき、手続きがうまくいかず困った経験を、大人ならではの悩みだと捉え、むしろそれを楽しむ姿勢を見せるのです。平野は、30代、40代に向けて、子供っぽい大人になりたいと考えており、大人になれと言われることに対して抵抗感を示すのは、彼が持つ純粋な心の表れかもしれません。彼にとって、子供の心を持ち続けることが、 今後の人生の目標の一つであり、成長しながらもその純粋さを失わないことが大切なのです。彼の髪色へのこだわりもまた、彼の個性を象徴しています。シルバーカラーが抜けた現在の髪色について笑いながら語る一方で、彼は、セットしなくていい髪型が理想的とあっさりと述べます。実際、帽子頭でも構わないという彼の発言は、彼の飾らない自然体な一面をよく表しています。 ファンの反応を気にして坊主にするのを控えているといいますが、いつか金髪坊主に挑戦したいという願望を持っている彼は、その独特なスタイルセンスを持ちながらも、ファンとのつながりを大切にしていることが伝わってきます。また、車に対する愛情も幼少期から深く根付いているようです。家族と共にデコトライベントに行くなど、車に対する情熱は幼い頃から育まれてきました。彼が特に強調するのは、 車を運転すする際のオンですエンジン音や排気音に魅了され、運転中もその音を楽しむ彼の姿は、機械に対するロマンを感じさせます。このような細部に対するこだわりと、音に対する感覚の鋭さは、彼の他の芸術的活動、特に音楽制作にも影響を与えているようです。平野は最近、音楽制作のためにパソコンを購入し、曲作りに挑戦しているといいます。 岸優太から、君が選ぶ曲は毎回いい、と言われたことがきっかけとなり、自分で音楽を作り始めた彼は、ベースやスネアなど、自分好みの音を加える楽しさに夢中になっています。まだその音楽を公開する予定はないと語る彼ですが、音楽への情熱と創作の喜びは確実に彼の内面を豊かにしているのでしょう。音楽制作においても、彼は一貫して飽きっぽさを自覚しつつも、 自分のペースででで進めるることを楽しんでいるようです彼が持つ色気についても興味深い話が展開されます。彼自身は自分に色気があるかどうかを疑問ししつつファンの言葉を信じると語ります。特に雑誌の撮影時には眠気を利用して目を半開きにすることでセクシーな表情を引き出すというユニークなテクニックを持っているのです。さらに彼が 色気を感じる人物として挙げたのは反町隆。彼の声のトーンや話すテンポ、表情にセクシーさを感じると述べています。メンバー内では、優太が色気を持っているかもしれないと冗談めかして語る一方で、彼自身はあまりメンバーを色気という観点で見ていないようです。平野にとって、仕事に対する姿勢は、全力で向き合うが、無理はしないというものです。無理をしてしまうと、 予期せぬトラブルが起きた際に冷静な判断ができなくなり、怪我につながる可能性があると彼は考えています。写真撮影の場面でも、無理に笑顔を作ろうとすると顔が引きつってしまうため、無理をしないことが大切だと彼は語ります。このようなリアルな姿勢は、彼が仕事に対して誠実であり、自然体でいることを大切にしている証です。さらに 彼はバラエティ番組に出演する際には特に力不足を感じることが多く、思考が過剰に回転してしまうことで意図しない答えをしてしまうことがあるといいます。しかし、そのような場面でも、彼は常に挑戦を続け、現場の MC や他の芸人たちから学びながら、自分の成長を模索しています。ダンス、歌、演技、バラエティと、多岐にわたる仕事に挑戦してきた彼にとって、 特にダンスは幼い頃からの経験があり、楽しむことができる一方で、歌や演技にはまだまだ課題を感じていると彼は正直に語ります。それでも、彼はひたすら努力し続け、監督やスタッフからのフィードバックを大切にしながら、成長を追求しています。ナンバーアンダーライン愛としてのグループ活動も、彼にとって重要な位置を占めています。公式 SNS アカウントや YouTube チャンネルの開設、そして、 24時間テレビのメインパーソナリティへの就任など、彼らは今、変化と挑戦の真っただ中にいます。平野は、新しい仕事を与えられることが嬉しいとし、目標は海外進出に向かって一歩ずつ近づいていることだと語ります。特に最新シングル、マジックタッチでは、前編英語誌に挑戦し、海外のダンサーと共に制作したことが、彼らのグローバルな野心を表しています。彼にとって、 目標は明確であり、寄り道をせずに海外での成功に向けて突き進むことが大切だと語ります。この姿勢は、彼が持つせっかちな性格からもうかがえますが、それ以上に彼が一貫しているのは、自分の目標に対して真摯であることです。そして、グループとしての活動についても、平野はメンバーとの信頼関係を強調します。いつも明るく現場を和ませる騎士や、話をまとめてくれる神宮寺。 ムードメーカーとしての存在感を放つアマといったメンバーに囲まれながら、彼は一人での活動よりもグループでの仕事が楽だと感じているようです。彼は自分の強みを謙遜しながらも、メンバーと共にいることで、より一層力を発揮できると感じています。雄太、神宮寺雄太、そして他のメンバーたちが築いてきた、ナンバーアンダーラインアイというグループは、ただの個々の才能の集合体ではなく、 それぞれのメンバーが相互に補完し合い、協力しながら進化し続けています。このグループの力は、単にパフォーマンスの面だけでなく、彼らの深い絆と信頼関係に基づいています。メンバー同士の理解や共感、そして支え合いが、彼らの一体感を強固にしており、それがファンに伝わることで、より強い共感を呼び起こしています。岸優太に関しても、 そのリーダーシップや独特のキャラクターがグループの大黒柱としての役割を果たしてきました。彼の無邪気さと真面目さが絶妙なバランスを保ち、周囲を自然にまとめ上げる能力は、他のメンバーからも尊敬を集めています。騎士は、どんな状況でもユーモアを忘れず、困難な状況にあっても自分の役割を果たすことに対して非常に誠実です。彼の笑顔やポジティブなエネルギーは、ファンだけでなく、 メンバーにも大きな影響を与えています。また、騎士の持つ、温かみは、平野が語るように、メンバー全員を落ち着かせ、安心感を提供する存在です。神宮寺雄太は、一見するとクールで知的な印象を持たれがちですが、その内面には情熱的で努力家の一面が隠れています。彼は常に自分のスキルや表現力を高めるために努力を惜しまないタイプであり、ダンスや歌、 演技においいてても日々成長を続けています。彼の慎重で冷静な判断力は、グループのバランスを保つための重要な要素となっています。さらに、彼は他のメンバーのサポート役として、物事を客観的に見つめ、冷静な視点からアドバイスを与えることができる存在です。平野や騎士が感情に流されがちな場面でも、神宮寺はその冷静さを保ち、チーム全体の方向性を修正する役割を果たしています。 また、グループ全体としての成長も著しく、これまでの挑戦は彼らにとって多くの学びをもたらしました。24時間テレビでのメインパーソナリティを務めた際には、社会的なメッセージを発信するという新しい役割に挑戦しました。普段のエンターテインメント性の高い活動とは異なり、彼らはその場で多くの人々に勇気や希望を届けるという使命感を強く感じていたといいます。平野は、 このような責任ある役割に挑戦できたことが非常に誇らしく、自分たちがただのアイドルではなく、社会に対して影響を与える存在であることを再確認したと語っています。さらに、メンバー全員が個々の活動を通じてスキルを磨き、個性をさらに深めていく中で、グループとしての一体感はより一層強まっています。それぞれが別の場所で経験を積み、成長することで、 再び集まった時には一段と強いチームとしての結束を感じることができるのです。このダイナミズムは彼らがアイドルグループとしてだけでなく、アーティストとしての進化を遂げるために必要な要素であり、ファンもまた彼らの進化に期待し続けています。平野翔は、騎士や神宮寺といったメンバーたちとの関係を非常に大切にしており、彼らの存在が自身の成長に不可欠であることを何度も強調しています。 メンバーとの時間や経験を共有することで、彼自身も多くのことを学び、成長してきました。彼が特に印象深いと感じたのは、互いに支え合いながら困難な状況を乗り越える経験です。彼らは個々の挑戦を通じて互いに刺激を受け、より高い目標に向かって共に進んでいく姿勢を崩さないのです。これからの展望についても、平野は前向きな姿勢を崩しません。彼は、 未来のことはまだわからないとしながらも、一歩一歩、しっかりと前に進んでいきたいと語ります。この言葉は、彼がこれまでの経験から学び取ったことを象徴しています。無理をせず、自分のペースで進むことが、最終的には最も確実な成功への道であることを理解しているのです。彼は常に新しい挑戦を歓迎し、困難を乗り越えることで自己を成長させる姿勢を大切にしています。 最終的に、平野翔、元優太、神宮寺優太が率いる、ナンバーアンダーライン愛は、ただのアイドルグループにとどまらず、今や日本のエンターテインメント界を代表する存在となっています。彼らの音楽、パフォーマンス、そして個々の活動は、国内外を問わず多くの人々に影響を与えており、その人気はますます高まっています。今後の彼らの活動にますます期待が寄せられ、 彼らがどのような新しい挑戦に取り組むのか、ファンの関心は尽きることがありません。彼らが持つ強い絆と個々の才能、そして何よりも努力を惜しまない姿勢が、これからのさらなる成功へとつながっていくことでしょう。彼らが未来に向かって進んでいく中で、新しい扉を開き、エンターテインメント業界に新しい風を吹き込むことは間違いありません。平野翔、岩優太、神宮寺優太のこれからの活躍に、 ますます目が離せないのです